客様、あったまっておられますか？夕方のお話、覚えておられます？タオルのご準備はよろしいですか？それと、こちらは見ないように。はい、失礼いたします。楽しみにしておられました？ちょっと大人向けの青春湯船酒でございます。温泉で温まりながら足を伸ばして冷や酒、おちょこに揺れる暖色の明かり、憧れません？でしょう。そしておちょこが二口。足湯ですけど、お隣よろしいですか？うん、失礼いたします。お告げいたします。一段高いところから失礼を。おっと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 。私もいただけます？ありがとうございます。それでは乾お邪魔でした？ならよかったです。連休も一段落して、私も少し暇なんですよ。よく働きましたから、お酒と足湯は自分へのご褒美も兼ねて。ようやく落ち着きましたよ。大型連勤。お客さん、いつもお電話でご予約くださるじゃないですか。
今回すんなりつながりました？いえ、それならいいんですけど。あの日、妙に無言電話が多くてですね。通話中になってなかったかなと。連休前でしたし、集団いたずらってなってたんですよね。まあ多いと言っても数時間おきですから。すみません、切りますねって。それはいいんですよ。ただ最後にかかってきたのが妙な感じでして、ちょうどお客さんがお電話くださったその次のやつでしたね。その日の晩、気になります？その時はですね、日付も変わってもう寝ようかなって廊下をとことこ歩いてたんですよ。そしたらちょうど電話機に差し掛かったところで、ジリリリリーンって、夜中ですしちょっとビクッとしましたけど、まあガチャッと受話器を取って、はい、もしもし、道草屋でございます。はい、もしもし。電話をかけた側が、はい、もしもし。まあでも喋っておりますし、お電話に慣れていない方もたまにいらっしゃいますから、失礼のないように。お電話ありがとうございます。ご予約のお客様でしょうか？4月2日です。4月2日はもう過ぎましたけど、来年ですか？4月2日です。はあ、4月2日です。同じことを繰り返す人、寝る前ですし、暇といえば暇でしたから、そのまま聞いてたんですよ。ああ、変な人もいるもんだな。今日の無言電話ってこの人なのかなって。もう切ろうか。そう思ってぐーって背中を伸ばしたら、ちゃんと聞きなさい。少し漏れた息が向こうに聞こえたのでしょうか。少し反省して受話器を耳に当てると、
手のひらを見て、手のひらを見て、手のひらを見て、声は録音のように同じ言葉を繰り返します。廊下には明かりがついていたのですが、なんだかさっきより頼りなく感じて、だんだんその声が不気味に聞こえてくるんですよ。手のひらを見て、手のひらを見て、私は恐る恐る手のひらを見ました。玄関を見て、玄関を見て、玄関を見て、どこからか見られているんでしょうか。受話器を握る手に嫌な汗がじんわりにじみます。同じように声は続く中、恐ろしくはありますが、声の主を試してみたい気持ちもあり、私は薄めに目線はそらしたまま、頭だけ玄関の方を向けたんです。玄関を見て、玄関を見て、いつまでたっても声はやまず、薄めのまま視線をそーっと玄関に向けると、いつもと変わらない廊下、後ろを向いて、と思わず電話を切ってしまいました。チカチカと通話終了の表示、恐る恐る履歴ボタンを押すと、最後の通話は数時間前のお客さん、何にも残っておらず、あのお電話は何だったのか。もしかしたら一緒にいらしていたのかも。こういうおつまみも初夏らしくてよろしいかなと。
お風呂場ってちょっと怖くありません？私は怖かったですね。よくある話ですけど、頭を洗っているとき、どこからか気配を感じたり。水場って、そういうものがやってきやすいそうなんですよ。昔から、水面は彼岸につながっていると言われておりますし、ですから水場での会談はよした方がいいんです。じっとりとまとわりつく気配は視界の外の虫ですかね。次は水が周りのお話。作業用なのか生活用なのか、人が渡れるだけの細い鉄橋、川にかかったその橋から私は釣り糸を垂らしておりました。もうずいぶん垂らしておりますが、ついには太陽も半分山に隠れる時刻に。今日は坊主か。と気づくと、橋の真ん中を過ぎたあたりに誰か座っております。逆光でよく見えませんが、あの人も釣りだろうか。釣れますか？返事はありませんが、少しこちらを向いた後、頭を下げたように見えました。なんだか負けた気がしますから、じゃあもう少しだけ。
30分ほど経ったでしょうか。あたりはもう真っ暗。もういよいよ今日はダメだ。手仕舞いにしよう。帰りますね。と声をかけようと横を見ると、その人はさっきと同じ体勢。もう暗がりでわかりませんが、こっちを向いているような。うん、君が悪いな。私がペコリと会釈をすると、体勢はそのままに。その人は引きずられるように川に落ちていきました。ポカーンとその様子を眺めていると、今日一度も引かなかった竿が、まるで針をつまんで引っ張っているみたいな当たり。私はハサミで糸をプツン。一旦浮かんでトプンと沈んだ浮きは、もう上がってきませんでした。お互いに今日は坊主みたいです。水場っていうほど水場でもなかったですね。そういえば、お風呂場って言うと、こんな噂知ってます？かごめかごめのわらべ歌。つるとカメが滑った後ろの正面だれ。お風呂場で歌うと、歌い終わる頃には後ろからじーっと覗き込んできてるっていう。だるまさんが転んだとかも。
お風呂場ではタブーだそうです。体を丸めて頭を洗う姿が誰かと遊んでいるように見えるそうで、顔を隠してだるまさんが転んだ。次のお話。それは一人暮らしの祖母の家で留守番をしていた日でした。電源、自動、追い炊き、最近のお風呂は便利だな。祖母は最近給湯器を新調したそうで、私は壁の真新しいリモコンを湯船に浸かりながらしげしげと眺めておりました。この呼び出しってなんだろう、なんとなく予想はつきますが、押して壊れるものでもないでしょうし、ぼちりと、タンタタタタタンタタ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 、目の前のスピーカーと、それから今の方からうっすら音楽が聞こえてきます。ああ、呼び出しか。だけど、一人暮らしの祖母には使い道がないかもな。呼び出し音が終わります。たまには遊びに来ようかな。きっと寂しくしてるだろうし。私はなんとなく、もう一度ボタンを。タンタタタタタンタタタンタタタタタンタタタンタタタタタン。今行くね。プツッ。それは聞き覚えのない女性の声でした。全身に鳥肌が立ち、スピーカーから思わず離れます。すりガラス越しの人影はじーっと立ったまま、目をそらすとカチャリッと扉が開きそうで、私は身動き一つ取れずにいました。
あれが何だったのかは分かりませんが、呼び出しボタンは二度と押さないと決めたそうです。最後のお話、夕暮れの田舎道を歩いて、私は馴染みの宿へと着きました。ちょうどシーズンを外れていたこともあり、他に宿泊客はおらず、少し暇そうなおかみさんが、お風呂の際に楽しみを用意してくれるということでした。おかみさんの用意した楽しみというのは、湯船にお酒、それからお酌。愚痴のような始まりであった話は、いつの間にか階段になり、合間に挟まるお風呂場にまつわる噂話。一つ目の話を終えると、パッと窓に何かがぶつかりました。二つ目、釣り人の話。お風呂場で誰かと一緒に遊ぶ話。話に合わせて体を丸めて、だるまさんが後ろでペシュッと何かが落ちる音、続く偶然に乾いた笑いがこぼれます。すべてのお話を終えて、ごゆっくりと、おかみさんは立ち上がります。残された私は一人、ゆっくり手足を伸ばす。静かな湯船、じわりとした気配を背中から感じます。
きまで階段を聞いておりましたから、それが後を引いているだけ。背筋がゾワッとこわばります。もう少しでも横を向けば振り向いたその目には誰もいない。普通の洗い場、排水口に流れるお湯がゴホゴホと音を立てておりました。そういえば、さっきからやたら水滴が当たる。右と左と、それから後ろ。視界の外は1つ。天井。天井には（笑）やらかしました。最後の最後に、お酒大丈夫でした？
転覆しなかったのがせめてもの救いですね。と妖怪の仕業ですよ。最後やらかしましたけど。いかがでした？今回のやつ。お酒のあてにはなりました？びしょ濡れになった甲斐もあるってもんです。さあ、どうぞ一杯。お清めでございます。お化けはお酒に弱いんですよ。他にもタバコとか唾とか、あと汚いものとか。なんででしょう。お化けなんていないから。そう見えて焦っているなら、馬鹿げたことをして落ち着けと。幽霊の正体見たり、枯れ尾花さぐいっと。はい、これで大丈夫。しかしこれでお化けは寄ってこなくなったんですけど、今度はお客様の方が寄ってくるかも。笑っていただいていいところですよ。まあ、しかし、お話、腐らせずに済んで助かりました。もうね、聞いていただけるお相手が本当おりませんから。こんな場所用のネタを話せるお客さんって言ったらね。シャンプーしてって差し上げましょうか。アフターケアですよ。アフターケア。この後って怖くありません？耳掃除の代わりも兼ねて。
一応飲んでますのでね。少し先送りして、耳掃除の方は明日にでも。はい、少しお得ですね。それでは早速。あちらへどうぞ。もうゆでだこでした。開き直りますね、こんだけ濡れてると。はい、いきますよ。目つぶっててくださいね。ちゃんと後ろは見張っておりますので。半分でよかったですね。くせくせ。おかゆいところはございませんか？右側でございますか？お首回り。
できました。お流しいたしますね。習慣って恐ろしい。ごめんね、リンスちゃん。はい、失礼いたします。キューティクル気持ちよかったです。だるまさんが転んだ、考えました？考えてくれてもよかったんですよ。お化けと並んでシャンプーも面白そうですし。うちのおばあちゃん曰く、取り付けるのは定員1名ですから。私がいれば大丈夫。キツネ付き。コンコン。自称じゃないですから。ほれこれ、この大きくて重い髪飾り、昔からつけてましてね、外すタイミング失ったやつ。狐っぽく見えません？狐付きってよく笑われましてね。私が幽霊を怖がると
定員は1名だから、もうつかないよって。お祓いがてら、狐、ちょっと取り付けてあげましょうか。よし、来た。これは取り付けやすい背中ですね。水洗いもしっかりできて、下ごしらえも万全だ。お隣さんもそう思います？先着。うん、なかなかの弾力。油揚げか、お稲荷さんか。もう少し奥の方まで。ほう。
くない反応。このままずっと取り付いてくれようか。松台まで取り付いて、骨の髄まで。しゃぶり尽くしてくれようか。これから骨の髄ですが、このまま行くと大変なことになってしまいますよ。見逃してほしくば、月に一度、年に一度はこの宿にお参りせよ。そうすればきっと元気が出るであろう。うなずくところ。殊勝な心がけよ。それではちょっと手加減して、このくらい、気持ちのいいくらいまでで、you
これで一安心ですよ。毒を持って毒を制すですね。約束ちゃんと守ってくださいね。出ないとたたられますから。よろしい。流しますね。入りませんでした？あら、やっぱり。すみません、トントンいたしましょう。中耳炎になっちゃいますよ。ほら、傾けて。はい、トン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 。抜けました？抜けてなさそうですね。抜けました？抜けましたね。すっきりしたお顔ですもん。よし。はい、お疲れ様でした。次は、お体ですけど、そちらはご自分で。タオルがね。ちょうど一段落ですし、私は一足お先にお暇いたしましょうか。私がいたら洗えないですよ。大丈夫、お化けは退治しておきました。びっしょびしょ。お酒、もう少し残ってますから、あとはゆっくりお楽しみください。はい。お盆は脱衣所にでも、後で回収に参りますので。しっかり温まっていってください。